私の意志は決して揺るがん。じゃあ試してみる。絶対に諦めない。わかるよ。けどこんなの間違ってる。貴様のその顔、実にいい君だな。フィナーレの幕開けだ。どこに消えた。奴の心配をしてる場合か。彼を病院へ。待って、病院はダメだ。フィーストに。主任医師はどこに？お医者さんはいません。それじゃ責任者は？一応僕。そうか、久しぶりだな。やってみよう。マスクと手袋と消毒された道具を。ありがとう。霊は回復してから言え。
嘘でしょ。無事だが、休ませないと。ちょっと、無理しないで。おばさんは、今は危篤状態だって。どこに行くの？夫を探し出して解毒剤を。僕には倒せないかも。そうかもね。でもピーターの力を借りれば勝てるはず。え？ピーターはあの腕を一緒に作った。だったら弱点がわかるでしょ。やっつけてきて。それじゃった。違う。これも違う。こっちかな。違う。あ。不可能を可能にした。でも破壊しなくちゃ。僕自身の発明品でね。私は絶対に土下座などせんぞ。地獄に落ちる前に真実を告白するチャンスをやろう。本当のことを言うんだ。私はやってない。そうやって全て嘘で塗り固めてきたんだろう、このペテン姫。貴様は私の会社と発明を盗んだ。さあ真実
真実か。いいだろう。貴様など私なしでは何の価値もない。それが真実だ。いい加減私には勝てないと認めたらどうだ。貴様あって来そこないだ。これからも永遠にな。やめろ。解毒剤をください。おっと、あなたの夢は人助けのはずだ。お願いです。戦う相手を間違えているぞ。だが仕方あるまい。もう時間がない。お願いです。オズボーンが罪を食い抜かぎ解毒剤は渡さん。私の邪魔をするな。お遊びは終わりだ。急ぐんだ。は心底がっかりした。バカ。知ってた。警告しようとしたんだがな、貴様は耳を貸さなかった。知ってたのか。負けるわけにはいかないんだよ。で諦めてたまるか。僕だってそれは同じだ。
私の気持ちがわかるか。メンマも私の味方だったはずだろう。過去の話だ。さあ、ウェブなしだ。シューターがやられた。本当のあなたを思い出して。あの男はもういない。お前に私は救えん、ピーター。ならば覚悟してください、博士。あなたはヒーローだった。あなたを尊敬していたのに、なぜこんなことをさせるんです。疲れているようだな、パーカー。疲れてなんかない。辛いだけだ。おっと、やめろ。よく聞け、パーカー。世界を変えるつもりならば、どんなに辛い決断も下せる人間にならねばならんのだ。僕も大賛成。ダメだ、やめろ。ピーター、息子のように思っていたのに。だが私が浅はかだったよ。お前も裏切るとはな。裏切る？あなたは僕のヒーローだった。あなたは人類を救いたいと願い、決して諦めなかった。それが我々優れた人間の役目だからだ。己の才能を他者のために使う責任だよ。たとえ感謝されなくてもな。愚か者たちのために正しい行いをするんだ。理解されようとされまいと。あなたは間違ってる。あなたのようになりたかったのに。裏切ったのはあなたの方だ。ああ、君の言う通りだよ、ピーター。私が間違っていた。神経インターフェースに操られていたんだ。だがまだ治せる。君とお二人ならばできるはずだ。手を貸してくれるな。やってみます。必ず博士の治療も。ダメだ。刑務所に入れられれば腕を奪われてしまう。役立たずの体に私を閉じ込める気か。頼む、ピーター。今のは私じゃない。君は私のそばにいると
約束した。そうだろう。もちろん君の秘密は誰にもバラさないと約束するよ。正しいことをするんです、博士。あなたが言ったように。ピーター、たとえどんなに辛くても。ピーター、どこに行く。ピーター、ピーター このサンプルを全て使わねば解毒剤は複製できん。どのくらいかかります？数時間かそれ以上。今すぐ誰かに使ったら他の人を救えなくなる。よく考えて。薬を持ってきました。もう大丈夫。マスクを外して老いの顔が見たいわ。知ってたの？だいぶ前からね。心配すると思って。したわ。でも誇りに思ってる。きっとベンだって大勢の命を救ってきたでしょう。僕はどうすれば。分かってるでしょう。
それで。どうも、現地レポーターのメリー・ジェーン・ワトソンです。おめでとう。ありがとう。できると思ってたよ。仕事は見つかったの？あ、いや、でも。すぐ持ってくるわね。どうも。いいえ、全然違う仕事やろうかと思って。ん？ほら、シェフなんかいいかなって。ごめん、でも、あなたは科学者でしょ？しかも優秀。最後のプロジェクトでタコの怪物作って街を破壊しかけただろ。だから。ええ。まあ、チキンカレーの腕前は確か。だろ。肉団子は修行中。キャンプ行くの？ああ、引っ越し先に入れるのは1週間後だし、ちょっとマイルズのところに居候するんだ。ああ。ねえ、うちだっていつでも歓迎だけど、その気があるなら。いや、じゃなくてその気はある。あ、その気っていうのはあっちのその気じゃなくて、ほら、本当にいいの？私はずっとその気。僕も。
僕はプロじゃないけど、あの聞き方はすぐバレるよ。緊張しすぎかな。それじゃあこれどこに置く？ああ、ここでいいよ。オッケー。ねえピーター。うん。相談があるんだけど、母さんには言えなくて。何？それが最近ちょっと体が変なんだ。あれね、なんていうか、今はちょうどいわゆる成長期ってやつだろ。だからもしかしたら体のある部分が。ちょっと違うよ。多分これ見せた方が早いかも。待って。ちょ、また見せなくて。ね、変だろ。そうでもないさ。諦めないぞ。必ず直してみせる。約束だ。愛しているよ。